前原裸です。内側にハイライトをこうインナーで入れていくのと、このモデルさんの今のこのアンダーの状態がちょっとずつ太くなってくるようなブロッキングで、ハイブリーチ根元を攻めるまでに一旦これで10分置きます。7トパーズの 4.5%、 2タッチですね。根元から中間と毛先を時間差で塗っていきます。顔周りのでも明るいところとの明度差がちょっと欲しいので、13レベルの薬なので根元ちょっと浮かして甘くしてた部分も染め残しの産毛が黒く残るとすごくダサいので、5分置いてチェックして流します。日本のヘアスタイルの流行りのタバタバな感じではなくて、全部が面で動いてくるような韓国っぽいこう仕上がりにしやすくなるので、ぜひチャレンジしてみてください。ありがとうございました。